それではまず、自己紹介をお願いします。はい、読谷高校放送部1年の大黒あかりです。はい、明日のお天気の希望をどうぞ。私は晴れになってほしいです。その理由は？理由は私はいつもお昼ご飯を買いに外に出ていて、この親子パーラーっていうパーラーがあるんですけど、うん、そこにちょっと行く距離があるので、うん、あの雨が降ってしまうと行けなくなってしまうからです。はい、ありがとうございます。何かアピールがあったらぜひどうぞ。では早口言葉をします。はい、お茶たちょちゃたちょちゃっとたちょちゃたちょ青竹茶せんでお茶ちゃっとたちょちゃたちょそれは誰が考えた早口言葉ですか？放送部でいつもやってます。すごい。もう一回やってもらってもいいですか？はい、お茶たちょちゃたちょちゃっとたちょちゃたちょ青竹茶せんでお茶ちゃっとたちょちゃたちょ。はい、ありがとうございました。